少子化が進む日本では外国人労働者の存在が以前よりもはるかに重要性が増してきていますが、単純労働に従事させている企業が多いのが実態です。ところが福岡県新宮町にある中小機械メーカーは意図的に外国人社員の採用を増やし、世界進出を進めているんです。근데그게제가원래는베어링자체를그진동베어링으로바꾸려고했거든요韓国語で取引先と話すのは、新宮町の機械メーカー、第一施設工業の韓国人社員です。社員およそ100人のうち17人が外国人で、給与体系は日本人社員と全く同じです。うまくですね。福岡市北区でこう、黒板に書いてあるんですよね。福岡市北区っていうのは、だから福岡市北区っていうのは韓国のことなんですよ。もう日本と、経済的にはもう体感になってしまってるという一つのこう表現の仕方でしょうね。福岡の大学や大学院を卒業したアジア系の留学生が多く、朝鮮族の中国人社員は3カ国語を操ります。今日どこ行ってる？鳥取。鳥取やね。日本のその人口が減少していく、老人化社会になっていく、日本の胃袋は小さくなっていく、そういう中で中小企業の発展があるのかと、やはりアジアに向けて、市場を広げていく、なおアジアから物を買う、そういう時に彼たちのやっぱり言葉とか、から文化とか風習とか、必ず必要になります。そういう意味では、日本の幹部候補生も必要ですし、留学生の中からの幹部候補生も作っていきたいと。第一施設工業では半導体工場など塵一つ許されない場所で部品を搬送する精密な機械を作っています。年間売上は27億円、売上の 60% は海外です。キムチェックさん、機械の設計を担当しています。この日は納入先から連絡があった扉装置のセンサーの不具合について改善策を練っていました。キムさんは日本語を独学で2年間勉強しています。確認の方法はセンサーが検知する距離を実際これで出して、そうですね、でそれと、カタログの通信の取り付け方と、倒した時の取り付け方、自分から進んでいろんなことに挑戦しようとしています。先日お客さんの方でちょっと改造があったんですけど、実際韓国に行って取り付け状況など全部確認してきてもらってます。篠原社長は優秀な人材を採用するため韓国にも足を運び面接しています。キムさんもその一人です。韓国の新聞はニュースとして取り上げ、テジョン氏は日韓の人と技術の交流に貢献したとして感謝の盾を送りました。第一施設工業の積極的な外国人の採用は留学生が多い大学からも注目を集めています。やはり一番海外に活路を見出そうと8年前からまずスタートしました。来年、再来年のうちに約 40% ぐらい、40人ぐらいは増やしたいなと思っております。最終的にはまあ半分ぐらいが外国人でやってみたら面白いんじゃないかなというふうな形で、じゃんじゃんチャレンジしていこうと思っておりますが。まあこれまでのですね、固定観念完全に破るような取り組みだというふうに思っています。非常に、非常に大変になりましたね。半導体のウェハーを入れるケース、門外普通の商品ですから初めて今お見せしましたけど、開発にも外国の従業員の外国人従業員の方も、設計の連中も絡みますし、この組み立てなんかにも絡んできます。私どもの視点にしたいんですがね、優秀な人材に育てたいから教えますよ。どんどん大手商社も注目しています。現在その大手商社に朝鮮族の女性社員が出向し、販路拡大に活躍しています。
はい、ニーズと組み合わせてその機械を売るってやつね、はい、あれをもう一回考えてみよう。来週の月曜日に福岡のリースの重視とちょっと打ち合わせしようとしています、うん、はい、非常に真面目で、まあ、優秀な方が来ていただいたということで、まあ、貿易関係のいろいろノウハウですね、まあ、この辺もどんどん吸収されてるのかなと。第一施設工業では外国人社員が将来会社の事業拡大につながる独立をする場合には資金を提供することにしています。自分の国に持っていってここの経験を生かしてもう日本と韓国の企業をこうつながる、まあ、橋の役割というかそういうのもやっぱり将来は考えています。皆さん技術が盗まれるじゃないかとか何とか言われるけど信頼関係があるということです。どう信頼関係を我々が作り切るかということに今度は我々の責任側に問題が発生すると思います。早ければ5年生、遅くても10年ぐらいでやっぱり中国なり韓国なりに帰ってビジネスを起こしてくれればなという期待はしてますけどね。